レッツハンサム。皆さん、こんにちハンサム。今回はバカゲーの時に言ってたホモゲーをやっていくんだぜ。ではまず名前だね。ホモイ。アングルット。お前ウプ主がガチでホモって思われるぞ。望むところです。困ります。ちなみに今回は体験版ですが、ちゃんと完全版も購入したので、土日あたりから投稿を始めれると思いますので、しばらくお待ちください。マリサ、始まるよ。主人公の子は転勤で引っ越してきた設定なんだな。そして昔住んでたことがあって、7年ぶりに帰ってきたんだ。なるほどなるほど。転校先は名門男子校の、私立バラモン高校。え、バラモン、それはガラモンだ。え、バラモン、それはバラモス。バカやってないで学校入っていくぞ。胸以外も膨らんでるんじゃないかな？バカ野郎。学校の廊下か、なんか懐かしい感じするな。そして選択画面、どこ行く？やはり私みたいに天才な人間は校長から賄賂もらえるレベルだと思うので、まずは校長室行きます。失礼しまーす。ここでセーブするか。マリサ、なぜここに？言うと思ったわ。セーブはぜひしておきたいです。できないのかよ、ならなぜ聞いたんだ。いきなりで驚いた。そしていい声。悪かったな。俺はジロー、この学園の校長だ。よろしくな。フルボイスか、すごいな。この学園について何か知りたいことがあったらいつでも俺のとこに来るんだぞ。何でも教えてやるからな。男同士で子作りする方法を教えてください。そんなのね。セーブしたくなったら俺のところに来るといい。いつでも待ってるぜ。それはそうと、ここでセーブするか。ぜひさせていただきます。あとキャラクターが喋ってる間に私たちが喋ると聞こえにくいと思うので、なるべく喋り終わってから喋ります。またな。バイバイマリサ。もう何も言わないんだぜ。そういえばさっきボイスが聞こえないって言ってたけど、このゲームやるならゆっくりじゃなくて地声の方がいいのかな。それはゆくゆく考えようぜ。そして新しいキャラクター来たぞ。お前ら、席につけ。サイオンジさんかな。なかなかのイケメソだね。おいしそう。落ち着け。みんな、仲良くしてくれよな。皆さんよろしく。そしてやらないか。転校早々退学確定。え、マリサ知らないの？この学校の通常挨拶だよ。この学校、行かれてやがる。俺のこと覚えてる？誰だ？お前。随分キョトン顔が出てきたな。小学生の時、隣に住んでた早乙女拓也だよ。またこの街に越してきたんだ。久しぶりだな。よろしくな。イケメンじゃない？帰ってください。拓也に手厳しい。ちなみに完全版では全部の男性キャラを落とす予定です。うぇーす。じゃ、また明日な。消えろ、やめろ。おっと、これで1日終了か。体験版はこれで一旦終わりかな？みたいだな。だがまだ職員室と校内を探索の選択肢あったし、もう一回やるか。了解です。レッツハンサム。ということで名前はトライホモでいきたいと思います。安定のホモネーム。じゃあ今回は職員室行ってみようか。さっきの先生に会えるかもしれないんだぜ。先生、私の名前はトライホモと言います。以後見知りおきを。って先生いないんだ。どこかに行ってるみたいだな。んマリサ何か言った？いや、お前じゃないのか。誰かいるよ。この部屋から聞こえるんだぜ。わーお、イケメン。この先生も落とせそうな感じするな。お前は今日転入の？はい、トライホモと言います。俺は2年 B 組の担任、サイオンしてる人だ。よろしくな。お前、歌は好きか？歌は好きです。でもサイオンジさんの方がもうふと好きです。いいよな、美しい気持ちになれる。なあ、一緒にどうぜ。バイ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 。こいつ頭おかしいぞ。そんなことないもん。そろそろ朝礼の時間だ。行こうぜ。はーい。いやー、サイオンジさんとの学園生活楽しみすぎます。こんなに可愛い顔だからクラスのマドンナ候補だろうけど、お前ら覚えとけよ、こいつは俺のフィアンセだからな。キャー、サイオンジさんたらーって顔が全然違うやんけー。絶対描いてる人違うだろ。男なんて誰も信じれません。冗談だよ冗談。さあ授業始めるぞ。またいつものかっこいいサイオンジ先生に戻ってください。なあなあ、俺のこと覚えてる？あ、お前は消えろ。それでは最後の選択肢である校内を探索行ってみましょう。名前はホモングルーポンで、皆さんに謝らないといけないことがあります。なんだよ。校内を探索ではなく探検でした。謝罪申し上げます。そんなのどうでもいいわ。お前じゃないか。なんかすごい名前に濁されてるんだけど。ち、お前かよ。確か名前は海山海太郎だったね。そうそう、って誰やねん。俺だよ、小学生の時隣に住んでた早乙女拓也。あ、消えろ。お前2年 B 組。俺もだよ。
お前とまた会えるなんて嬉しいよ。よろしくね。よろしく。消えろ。え、教師ってもしかして？西園寺先生、今回はボイスないんだな。お前ら、席につけ。はい。転入生の紹介をするぞ。今日からお前らの仲間になる。くんだ。なぜみんな私の名前を濁すの？18禁なの。よろしく、ちょまでー。うぜぇ。さおとめはお調子者だな。私はさおとめ嫌いじゃないんだぜ。うわ、なんだろう、このドヤ顔。しかし久しぶりだな。お前が転校したのが小4の時だから7年ぶりかな。結局今回は拓也と先生と校長先生しか出てこないみたいだな。完全版だともっとたくさんキャラ出てくるみたいだからすごい楽しみです。って話してる間に会話終わってた。これで終わりみたいだな。いやー面白かった。これは完全版を早くやらなくては。というところで今回はこの辺りで終わります。完全版は今週中には投稿したいと思いますのでよろしくお願いいたします。チーム欲求不満。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。レッツハンサム。